はい、今回は首相会見において官房長官が ng 記者リストの存在を否定したニュース、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、ちょっとこちらのニュース、ちょっと関心深いなと思いまして。まあ今回こちらをですね。考えていこうと思うんですが、まあ,あのねえー、まデイ事務所の件で、まあ ng 記者っていうのが、まあいた記者 ng リストがあったとか。そういった話で。 実は首相会見においてもそういったものがあるんじゃないかっていう話なんですがえ本当のところっていうのはわからないんですよ、まあ、NG があるかどうかわからないんですがもうあらかじめ指す人を決めているとで不都合なことをまあ聞く人にはさ指しもしないっていう多分こういうことだと思うんで NG かどうかは分からないけど、まあ、やらせだろうなと、お茶番だろうなと、まあ、そういったことを、まあ、あ僕は思いますし、まあ、リスナー様も思うんじゃないかとで、えー、思いますでニュ。ニュースの一応内容になっているんですが、まあ、こちらがです、ね、やや注目されていて、まあ、SNS とかにです、ね、投稿されている理意見があるので、そちらをです、ね、ちょっと考えていこうと思います。まず、どういうことかというと、こういったことなんですね。 NG 記者リストはないということを言っているわけですよ。総理大臣記者会見において記者が指名されないというものは、これは NG リストがあるのかないのか、松野官房長官、えー、私は総理記者会見において、あらかじめ特定の記者を指名しないようにするといったリスト、まあ、いわゆる NG リスト、を存在しないと言っていますね。時間の許す限り、記者からの質問には丁寧にお答えしているところだ。 うん、岸田みたいなこと言ってますね、えー。丁寧にとかね。時間の許す限り丁寧にって。まあまあ、でたラメもいいところだと思いますけどね。うん 何か質問されてねあの、まずい質問にはお答えは差し控えるとかって言ってな、何逃げてるくせに、どこが丁寧なんだって話ですけど、だから、あのまあ、ど,どうかわかりませんけど、まあ、この NG リストがあるのかどうかっていう審査はからないけれど、不都合なことを聞く人にはまあ最初から当てないんでしょうね。で、万が一不都合な質問が来たら、お答えは差し控えるってね。うんまあ 丁寧で言えば表現が丁寧なんでしょうね。お答えは差し控えるって。中身の問題ですからね。内容について答えろって話ですが答えないじゃないですか。んでっていうことが注目なんですよ。でこの松野官房長官の,ー、まあその NG リストっていうようなことに関して、記者クラブの記者に対して、まあ、誰を選ぶ、選ばない。 でおそらくですね、都合の悪い質問には政府としてコメ,コメントを差し控えるっていうことだから別に NG リストなんていうのはなくてもいいんですよ。何か都合の悪いことを聞かれたらコメントは差し控えるって答えなければいいんで、だこう考えるとあるかないかっていうのは分からないですよね。一応、えー、誰に当てようかなっていうのは最初から決めている。でもしその当てた人間が、 不都合なことを聞いたらそちらは差し控えますってどうせ答えないんじゃないかっていう話なんですよ。で続いてまたこういうことも言われている松野官房長官は主要会見における NG リストは存在しないと言ったとっいうことですが、まあ、明らかにこうね刺されない あの記者っていうのもいるんで、まあ、無理だろうなってあるいはですね、えー、NG リストの逆で、まあ、OK リストっていうね、えー、この記者には質問させてもいいけれどう、まあ、で先ほどの万が一その記者が不都合なことに触れてきた場合は政府としてはコメントを差し控えるって、まあ、答えないっていう、まあ、そういったパターンだろうなと思いますで、えーまあ、ま,だまだちょっといくつかあるんでちょっとですね、まあ、関心深いんでもうちょっと考えていこうと思うんですけれども まあこの、えー、まあ松野官房長官の、まあ、ああまあ言うこともそうなんですが今度はですね、実際のこの記者がああ言ったことがあるんですが安倍政権以降に、えー、まあこの記者 まあ、官邸記者会見出て行ったんですがあほとんど当てられることがないっていう人がいるんですよ、であるいはですね、えー、事前に、えー、もう記者に質問をさせることを何を聞くとかっていうこと質問内容が決まっていてその質問に対する答えがですねこの手元に台本であるその時点でもやらせじゃないですか自民党政府の記者会見というのは腐敗しきってるなって僕もそう思います。だかかかかららリストがあるかどうわかかない、えー OK リストがあるのかもしれない。で万が一不都合なことが来たら、それは回答を差し控えると言って答えないということですねで。これも結構鋭いなとかと思うんですがあ、この松野官房長官について言われてたんで、松野官房長官って、えーね、会場で、えー、記者をこう見回して誰っていうところを見見その姿は見てないといつも常に同じ方向に手を伸ばすっていうことで。 で、指名した後、記者からの質問を聞いてないと、聞く必要がないと、なぜ常に聞く質問に対しての答えが決まっているから、質問者の顔も見ないということで、うん、腐敗しきってるな、政治。もう茶番もいいところだなっていう、まあ、そういった話が、まあ、SNS SN で飛び交っていると、うん。っていうようなことが、まあ、大体のまあ要約なんですけれども、こちらから、あまあ、ちょっとニュースを考えていこうと思います。まあ、割と面白いかなと思うんですが、 まあこの J 事務所の件で、ですね、このある記者を指名しない、まあ、NG リストがあったというようなこと、こちらが話題に出て、ですね、松野官房長官が10月5日の会見で、まあ、その自分とか記者首相の記者会見であらかじめ特定の記者を指名しないようなリストはない、ね、ここで時間の許す限り皆様の質問に丁寧に答えていると言ったんですが、まあ、嘘でしょうね。うん まあ、丁寧に交わしている質問には答えない不都合なことには、えー、差しその回答を差し控えると答えないでこれについて、えー、実際に言った記者がいるんですよこれが、まあ、ちょっと面白いなと思うんですが、まあ、何が面白いのかというとある記者が言いました安倍政権以降一度も指名されたことがないと。 ほぼ毎回、首相会見に参加を申し込んでいるし、抽選みたいなんですよ、す抽選に当たったら参加しているっていうことなんですよ。で、この安倍の時ですね、2019年以降、安倍・菅、岸田と11回参加したんですが、1回も当たったことがないと、おお、これは偶然なのかって思うじゃないですか、偶然ではないんですね。うん、だから、あらかじめ記者がです、ね、入ると、もうその、どこに誰が座る っていうことが決まってるみたいなんですよ。で、もうその座る指定した場所に、えーまあ、あ決まると。だから席がもうすでに自由ではなく決まってるってことです。どの汽車をどこに座らせるかっていうのを決まっている。つまり、えーまあ、そのね、 司会をする、えー、内閣、まあ、広報の人間というのはどこのマスコミの人間がどこの席に、えー、把握しているというのを事前に分かっているわけですよ。で、おそらく始まったらもう何を聞くというのが決まっていてあるいは何,が何を答えるというのも決まっているんでしょうね。で、質疑が開始されると、まああそのまあ、記者が手を挙げて司会が、まあ、指名するっていう、まあ、これもポーズでしょうね。でこの実際に、えー、本当の 本当のとかこの記者の人が政治記者の人が言ったんですが、すべての機会に手を挙げたんですが、一度も当てられたことがなかったって、おかしいじゃないですか、普通に考えて、安倍氏が岸田と11回参加して、どの時にも手を挙げるけど、一度も当たらないって、だからこれっていうのは、暗黙の NG 記者リストならぬ OK 記者リストか何かがある、あるいはですねまあ,そのあるマスコミ関係者は、鋭いところついてこられて答えに詰まるから、そういったものには、もう、ある 刺さないっていとうことを決めてるんですね。つまり決まっている茶番であるということですね。うん、だって、本当に平等であれば11回参加していて挙手した回数100回以上なんで、それを刺されないっておかしいということなんですよ。で、この話はですね、ちょっと面白いことが続いてまして。 2021年で菅の時かな、菅の時に、えー、挙手していない、えー、テレビ局の記者があ、まあ、あ指名されて、その記者が質問を始める前に菅が答えを探,探しているっていうね、えー、おかしいじゃないですか、あのもう何もかもお,おかしいわけですよ。うん でえーまあ、この当てられない記者っていうのは、岸田の記者会見にも出ているけれど4回出ているって書かれていましたが、えーね、司会は次に誰を当てようか、そういうポーズも取らないんですよ。だからもう OK リストか NG リストか何だか知りませんけど、事前にあるんでしょうね。席を決まっていて、どこどこのマスコミの誰々っていう、今日は記者が来ている、うん。じゃあ今日はこの質問はこれとこれ。であるいはもう質疑も決まってるんで、この記者っていうのはこれを聞いてくるだろうから、えー、こうやって答えようって、あらかじめ誰に聞くか、どんな内容を聞くか、そしてそれに関してどうやって、えー、答えるのかっていうのが、えー、まあ決まってるっていうことが分かってる。非常に茶番やらせの可能性が高い、えー、ことだと思います。まあだから この首相会見というのも、ね、茶番やらせなんですよ。で、この、例事務所の件からあ、こちらの件が注目されて、そんなことはないんだって言うんですが、あ,あるじゃないですか、うん、ある可能性が高いですよね。ただ、本当のところは分からないけれど、実際、この政治記者がね、全然参加しても手,あの手を挙げてます、ね。 指名されることはないっていうことから、えー、まあそうなんじゃないかと、まあ、こういっ,ったらものっていう僕はある程度、うん、手配が決まってるんじゃないかと思ってますから、もうやらせ茶番であり、見るだけ、ねえー、まあ無意味であると思って見ませんけど、まあ、今回はちょっとこちらの件について、ねえー、お伝えさせていただきました。だから、あのもう答えが決まっていて、えー、あのもう、まあ、つまらないわけですよもう、ね、聞くことと答えが決まってるから。 うん、だからう本当どうしようもないなっあ思うということで、えー、まあそれちょっと税事務所の件とは違うんですが、この首相関係において、えー、まあその官房長官、松野が言ってたこの件について、まあ、否定しましたが、本当は分からないけれど、NG リスト、ないしは OK リストっていうものがある可能性がある、で仮にそういったものがもしなくても、指す人間をもう決めていて、答えも決まっているっていう、まあ、そういったことだと思いますということで、えー、まあリスナー様はこちらの件、ですね関心を持っていただく方がいらっしゃるかもしれないので、えー、まあ何かご ご参考になればと思いましてお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。